君も夢叶えて続きを一緒に。ではまずはじめに新郎新婦から皆様へご挨拶があります。それではゆうとくんよろしくお願いします。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。本日は2人の結婚式にお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。ささやかなおもてなしではございますが、ごゆっくりお楽しみいただけたらと思います。続きまして、新郎新婦の幸ある前途を祝しまして、乾杯に移りたいと思います。おめでとうございます。今ご紹介に扱いましたビビンバ大王時代の先輩の長塚と申します。皆さんご一緒に乾杯をしたいと思います。では皆さんグラスをご用意できました。はい、それではお二人の幸せに願って乾杯。新郎ゆうとくんのご友人であります。ひるかわ様は、新婦まいさんのご友人であります。二人を選んだ理由といたしまして、二人は、実は付き合っておりまして、最近、お腹に新しい命を授かったこともあり、新郎新婦よりおめでとうという気持ちを込めて二人をお選びいたしました。では新郎ゆうとくんは津垣様へ、新婦まいさんは、ひるかわ様へ、ケーキを食べさせてあげてください。では同時にケーキを食べさせてあげたいと思います。またせーのというので皆さんあーんと言ってください。はい、行きます。はい、せーの。ありがとうございます。津垣様、ひるかわ様、ありがとうございました。まいちゃん、結婚おめでとう。まいちゃんと無事こうして結婚式が遅れて本当に幸せです。今まで本当にいろんなことがあって、けどこうして幸せの一歩を踏み出せたのも、舞ちゃんが何事も諦めないで頑張ったからこそ、こんなに祝福されて、長年の夢の結婚式が叶ったと思います。
これからも2人の夢を叶えていこうね。今日はありがとうございました。お父さんからも一言言いたいということなので、お父さんお願いします。みんなちょっと座って、今日ね本当にまいちゃんとゆうとの結婚式の2回ありがとうございます。お父さんです。いや本当にね、今日私こうして今まで自分の長男長女結婚式2回行ったことないんですよ。あっとけよ。で初めて自分の愛するまいちゃんとゆうとの結婚式の2回行きました。ありがとうございます。これからもみんなの後押しをしてもらって、2人が本当に幸せになれるようにお祈りしているので、皆さんもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。名残惜しくありますが、新郎新婦が、退場いたします。皆様どうぞ盛大な拍手でお見送りください。